はい、皆さんこんにちは、いい結婚式を作る人にスポットライトということでございまして、ウェツクブライダルルーキーズ第11回、スタートしていきたいと思います。ありがとうございます。いやーね、オリンピックも、ね、終わりまして、まもなく来週からか、パラリンピック始まりますけれども、いやめちゃめちゃ感動しましたよ ね。いやー本当ね、さっきも今日ねパネラーの皆さんとも会話してたんですけど、いやーなんかやっぱスポーツとかそういう感動っていいなって、なんかそんな風にね、思いました。ね、なんか最近東京もですね、東京中心に、コロナの感染者数がね爆増しているというところで、本当なかなかねコロナの状況は明けないなということで、ね、悩ましい悩ましい日が続いておりますがね、今日はめちゃめちゃ熱い、ブライダル業界の松岡修造こと、株式会社指宿白水館のですね、ブライダルアドバイザーの藤迫さんに来ていただきまして、プレゼンテーションをいただこうというふうに思っております。いやね、本当ね、少しでも、ブライダル業界の皆さんにねパワーをということでございまして、なんかね力になれればななんて思って、気づけばもう第11回でございます。ね、僕一人で喋っててもあれなので、ではですね、今日のモデレーターとパネラーの、お三方をご紹介していきたいと思います。じゃあ、キヌさん、修二くん、美里ちゃん、お願いします。はい、ママさん、今日もよろしくお願いします。いや、よろしくお願いします。ありがとうございます。11回。11回。すげえよ、11回。やばいね。続いてきましたね、本当に、ね。いや、本当に。おかげでございます。本当、はい、感謝、感謝。いやーちょっとね、場を温めていきたいなというふうに思ってるんですけど、ね、キヌさん、本当さっきもちょっと冒頭で言ったんだけど、オリンピックやばくね？やばかったね。すごくね？やばくねって。やばいですよね。本当、いや感動ね、たくさんいただいたななんて、そんなふうにも思いますし、ね、やっぱそういうふうに、まあ、スポーツから得た感動で、ね、翌日仕事頑張れるとか、何かこう奮い立たして俺もなんか新しいことやっていこうっていう風に僕自身もなったなっていう風に思うんですよ。でこれってね、やっぱね感動っていう文脈、その得る方向性だったりとか得る内容によってやっぱ異なると思うんですけど、やっぱね心が動いてポジティブに働いていくと思うんですよね。でやっぱり僕らがね作っているその結婚式っていうものは本当多くの方々をね感動させるし、改めて家族のあり方をね見つめ直したりとか、そういうきっかけになる結婚式というセレモニーをやっぱりこう絶やさずね、いいものとして続けていく、ね、我々のなんか使命なんじゃないかなということをですね、改めて感じている今日この頃でございます。はい。そうなんですよ。はい。ということで、僕はですね、そろそろ、ドローンして、お三方に、ドローンって、もう、古いんだよね。いや、俺ちょっとね、まだいけます。まだいけるまだいけます。それしなくていいのみたいな。いやドローン、これはないよ。ちょっと本当ね、老害にならないタイミングで、ちゃんとこう、潔く、場を去らないといけないな、なんて、そんなふうにも思っておりますし。まあね。今日後半にちょっと僕からインフォメーション、今日も先ほどCM の中にも入ってたんですけど、ブライダルのその学生たちを応援する企画っていうこともね、ちょっと後半僕からも皆さんにもちょっとお伝えしていこうかなと思いますので、いや、10年後、20年後のブライダル業界を作るのはやっぱりね、今の若者、20代、学生さんたちなんじゃないかなとも思っているので、ぜひね、このルーキーズを見ていただき、ね、未来で輝く、この業界をね作っていっていただきたいななんてそんな風に思っております。じゃあキヌさん、モデレートよろしくお願いします。はい、ママさんありがとうございます。はい、では後ほど今日もよろしくお願いします。はい、修二くん、美里ちゃん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでオリンピックも結んで、これからパラリンピックなんですが、ブライダル業界はねちょうどお盆期間ということで、まあ、ちょっと天候が心配なエリアもありながらでしたけど、修二君どうでした？お盆期間どんな感じでした？お盆期間は特に今年は先生方がたくさんこうご見学に来てくださって、そうだよね、だい、うん、来年の8月にっていうご希望の方が本当に非常に多かった、そんなお盆を過ごしてました。
そうか、あの先生方ってね、入試外して運動会外してとかいろいろ考えていくと、やっぱり夏休みが一番ね、いや、そうですね、ご都合が良かったりして、逆になんか夏のテーマとかもあのスムーズにご提案しやすかったりとか、なんかね、ありますね、うん、するよね、夏だからこそか、忙しい、じゃあお盆期間だったのかな。そうですね、すごい充実してました毎日、うん、あ、いいな、充実いいね、いいね、お疲れ様でした、うん、本当にありがとうございます。はい、みーちゃんどうでした、お盆期間どんな風な過ごし方されてましたか。そうですね、あの私古着とウェディングっていうのを掛け合わせてこのフォトイベントを開催してるんですけれども、うん、はい、それがつい先日14日に長野で開催をしてて、はい、古着屋さんとあとあのカメラマンさんと私ってこの3人でタッグを組んであのフォトイベントやってまいりました。大雨だったんですけれども、はい、なんか雨は収まった日でできたのでよかったです。なんかその掛け合わせの着眼点がすごいなって、うんうんうん、ねえ修士くんね、聞いたことないですね。会場だと考えない、どうしてもロケーションとか、うんうん、綺麗なバッグでとか、うんうんうん、着るものとっていう結構なんかこう割とビジュアルがの着眼点が違うと思うんだけど、うん、古着ってみーちゃん、古着ってどういうきっかけから古着とウェディングってなったの。そうです、もともと自分自身が古着がすごい好きで、やっぱこう一点物のオリジナリティがすごいあるなっていう風に思っていて、うんうん、であのたまたま私大学が長野だったんですけれども、その長野の古着屋さんが学生さんがこう営んでる古着屋さんがあったんですよね。でそこのオーナーさんと あのお友達で、あの私古着好きなんだけども、その古着すごい素敵な古着とウェディングを何か掛け合わせてできないかなっていう風に提案をしたら、あのドレスで古着のドレスがあるんだけどでも売れなくて困っているっていうことを言っていて、あ、じゃあそしたらそれを着てもらって、その古着もちゃんと活かしてこう若い子たちに何かこうウェディングっていいなって思ってもらえるきっかけを届けれないかなっていうきっかけで始まりました。そうだったんだ。いや着眼点すごいし、あとなんかそのご縁で巡り合った人のこう気持ちを発信していくっていう、うん、なんかその行動がすごいリスペクトします。本当にまたね、ぜひ進捗も聞かせてください。出来上がったら写真見せてね、ぜひね、バッチリ見せたいと思います、うん、なんかね今いろんなウェディングの形がコロナも相なって、うんうん、あの多様化していく中で、今日はですね、今美里ちゃんが言ってたような新しい形のウェディングももちろん私たちはいっぱいクリエーションしていかなきゃいけないんですけど、やっぱりクリエーションするためにはこれですよ、ファッションですよこれ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 ね、かっこいいこれあってなんぼっていう形 で、ね、うん、あのみんなそれぞれこの業界目指す方、それからここで働いている方、輝いている方、いろんな形でパッションあると思うんですけど、今日プレゼンテーターとしてゲストスピーカーをあのしてくださる藤迫さんも まさにファッションの塊っていうか、もう業界のもう修造松岡すごい方で、もうあの多分皆さんこのプレゼン聞き終わった後間違いなく藤迫さんのファンになること間違いなし、うん、もう私たちもう本当に全員今日このタイミングを楽しみにしたんですが、早速じゃあ、はい、あの薩摩のミスターファッション、はい、藤迫さんをお呼び立てしたいと思います。藤迫さんいらっしゃいませ。あ、なんかおかしくなっちゃった、おいらっしゃいませ。パッションパッションパッションでかか松岡修造です。すいません、パッション藤迫さん、すいません、お待たせしました。ありがとうございます。今日はあのお勤め先の指宿博水館 あの会場というか客室からジョインしてくださってるということで、はい、お忙しい中本当にありがとうございます。ありがとうございます。もうみんな楽しみにしてました、はい、ちょっと今日これから貴重なプレゼン、始まる前にいくつか私たちからインタビューさせていただきたいと思ってまして、はい、あの、はい、質問いくつかさせていただいてもよろしいでしょうか。はい、よろしくお願いします。じゃあまず私の方からは、今あの藤迫さんがお勤めなのは、鹿児島にある指宿博水館ということで、はい、ちょっと画面共有で皆さんにですね、はい、ホームページご覧いただこうと思います。こちらですね、うん、東洋のハワイと言われている指宿でしょうか、うんうん、はい、藤迫さん、指宿博水館は指宿市の中にあるっていう形なんですね、はい、ですね、はい、はい、
かなり歴史があるあの建物と、あの建物というかあのブランドと聞いてますが、創業はいつなんですか？はい、そうですね、創業74年を迎えましたですね。はい、じゃあもうすぐ80周年ということで、指宿というとこのね、あの砂蒸し風呂みたいのがですね、はい、これが屋根もあって、もし雨でも楽しんでいただけるなんていうのがすごく評判が良かったりとかね、ですね。の当館は屋根の中に砂蒸しがありますですね。はい、ちなみにちょっと拝見したら本当に行きたくなったんですけど、これすごいいいお部屋の離宮ですね。今その実際そのお部屋で今嬉しいです。そうだったんですね。なんか錦江湾が望める、はい、いやです、はい、素晴らしいお部屋みたいで、これちょっと見せたら家族が連れてけ本当にちょっと約束を守るに、あの指宿にいいですか、私お邪魔したいと思っております。はい、はい、で、あのこの指宿白水館ではあのブライダルもされていてという中で、あのこの挙式のする会場があってすごい特徴なんだと思ったんですが、うん、なんかこう洋風なチャペルとかじゃなくて、はい、この薩摩伝承館っていう、うん、あの、はい、建物というかこの中で挙式をされるという形、ちょっとこの辺出てくるかな、ごめんなさい、あれ口コミで出てくるかな、これですね。はい、これちょっととあるウェブサイトを見ていただいてますが、ここの挙式会場がどういう、これってどういう建物っていうか、この維新の間ってのはどういうものがあるスペースになるんですか？一応ですね、あのうちの創業者がなんですけど、まあ、あの美術品を約3000点ぐらい集めたんですよ。で、まあ芸術、まあ、旅館は芸術だということで美術品を集めて、はい、でそれを、まあ、皆様に見せたいという思いで、まあ、美術館を作ろうということで、はい、まあ、平等、富士の、 あの平等院鳳凰堂をちょっと真似て建物なんですけど、やっぱりこう美術で最終的にはうちの創業者、まあ、あの結婚式っていうのがやっぱり自分たちの親御さんもですけど、やっぱり亡くなっているケースがあるので、まあ、自分の子供お孫さんまで残る思い出になる、ずっと100年後も200年後も残る会場を作ろうということでですね、ここに一応挙式会場も中に作りましてですね、すごいこうコンセプトというか、なんかあのいろんなお客様のレビューを拝見したら、あのもうここにしかない唯一無二のこのスペースだからこそ、ここで挙式が挙げれてよかったっていうカップル様の嬉しい、あの喜びの声を拝見して、なんかすごくあの一度リアルで拝見したいなと思いつつ、そんなあの指宿白水館の中で今藤迫さんは、ブライダル科のブライダルアドバイザーという形でどれぐらい白水館で働いていらっしゃるんですか？はい、私はですね、はい、この白水館に来て約今で、ですね、13年ですね。あ、そうなんですね。でもそれ以前はずっともうホテル業の仕事をしてたんですけども、はい、もともとホテルマンからですね、ブライダルの方にですね、はい、この変わったきっかけっていうのは何かあるんでしょうか？まあですね、以前がこの白水館じゃなくてちょっと別なホテルでいたんです、はい、そこでまあずっとレストランをしてたんですけども、はい、まあ、そこでやっぱりこうレストランに言うとやっぱ結婚式もあるのでですね、はい、結婚式いいなということで、で、まあ、あとこの、まあ、白水館では結構全国的に有名な旅館だったので、ここでちょっとサービスも、うん、もう自分の吸収したいということですね、ちょっとこちらの方にですね、うん、自分からもう白水館の方に再就職して、でそこでサービスを学んでいる中で、うん、まあ、旅館のウェディングっていうのをちょっと新しく立ち上げたいなということでですね、うん、プランナー志望で入りましたですね。なったんですね。なんか修士君、同じ男性としてもなんかいろいろこちらのなんかこうプロフィールについても後でお時間いただいたらいろいろ聞きたいですよね。気になります。はい、ちょっとまだまだ私からお聞きしたいこともあるんですが、一旦、はい、若手にバトンタッチさせていただきます。それでは修士君の方からぜひインタビューお願いいたします。はい、藤迫さん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、あの事前にさらっとだけあのお伺いしてて、本当にあの思いの詰まったプレゼンに今日はなるかなと思うんですけれども、そんなこう今日のプレゼンを通して、こう藤迫さんがあのお伝えになりたいことをこう一言で、表すとっていったところですね、ちょっと先にお伺いできたらなというふうに思っています。はい、このまあ今からちょっとプレゼンする内容なんですけど、まあ、ざっくり言うと、まあプランナー一人で、まあ、その、新郎新婦家族ももう人生ももう変えられるんだよっていうのをちょっと頭の片隅に入れながら見ていただけたらなと思いますですね。分かりました。こうプランナー一人の介在価値の大きさみたいなところですね。
ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあみーちゃんからも、はい、インタビューお願いします。ありがとうございます。本日はよろしくお願いいたしま す, しします。個人的に私も松岡修造さんが大好きで、あの中学校の1年生の時に教室に松岡修造カレンダーがあって、それを毎日朝先生が読むっていうのがあって、その時からすごい好きなんですけど、ファイヤーできる時間になると思います。ファイヤーできる時間でその上でご質問をさせていただきたいんですけれども、あの今日のプレゼンを聞いてくださる視聴者さんにどんな気持ちで聞いていただきたいかなというところをご質問したいです。はい、まずはですね、冒頭にも言ったんですが、あのこのパッション、パッションですね。パッションと、まあまあ人間、まあ誰しも、まあもう無理だ、もう間に合わない、期限が過ぎたからもう諦めようっていう気持ちが、まあ人間誰しもあるんですけども、まあそこをどう自分の気持ちの乗り越えて諦めないでいけるかっていうのをちょっと見てですね、思いながら見ていただけたらなと思います。しこまりました。もうパッション全開で聞かせていただきます。よろしくお願いいたします。みーちゃんありがとうございます。修二君もありがとうございます。はい、それではあの早速魂こもったプレゼンを皆さんにお届けいただきたいと思います。はい、今リアル視聴の方も後日視聴いただくたくさん の幸せの卵さんたち、それから今の業界の仲間の皆さんへ、今コロナ禍で大変ですが、これでいいやと思う日って、うん、なんかみんな正直言ったらあると思います。うん、これで今日も一日なんとか済むかなとか、うんうん、あの力抜いてるわけじゃないけど、手抜いてるわけじゃないんだけど、これでいいやって。でも今日このプレゼン聞いたら、うん、違うなってきっと心から思っていただける、なんか光をいっぱい浴びれる、そんな時間になっていくんじゃないかなと思います。本当にあの本当に素敵なお話、そして素敵な魂を感じれる時間になると思いますので、ぜひ皆さん、はい、もう全開で聞いていただければと思います。すごいプレッシャーかけられてますね。すごい本当にお話なんです。すいません。じゃあ藤迫さん、ぜひあのここからプレゼンをお願いしてもよろしいでしょうか。はい、かしこまりました。はい、それではよろしくお願いします。はい、画面共有してもう早速プレゼンに入らせていただきたいと思います。はい、私たち一回オフさせていただきます。はい、お願いします。はい、お願いします。皆様こんにちは。私はプランナー歴11年、訓練歴8年の2児のパパです。あ、女性の皆様方、こんなに悲しまないでください。私どもリブスキ白水館は本土最南端の鹿児島県で創業74年を迎える砂蒸し温泉の旅館です。ウェディングからゲストの宿泊まで各セクションが全力でサポートしております。昨年の秋に家族への深い愛情と思いを持って結婚式を挙げられた一組のカップルをご紹介いたします。新郎信義さん、新婦真由美さんです。真面目な新郎と姉さん女房でしっかり者の新婦です。そんな新婦の夢は家族全員で結婚式をしたい。しかし残念ながら新婦のお母様は1年半前に他界されました。結婚式をするか迷っておりましたが、今までお世話になった方々へ感謝の気持ちを伝えたい、そんな思いで結婚式をすることに決めました。お二人は当初和装での挙式をご希望でしたので、当館での神前式で決定しておりました。ところがお打ち合わせの中で新婦様のお母様が地元のお寺によく通っており、新郎様のご両親様も同じお寺に通っていたことが分かったのです。それならばご家族様の思い出の場所であるお寺での挙式を行ってみてはと考えました。しかし招待状はすでに発送済み、しかも結婚式当日まであと1ヶ月、私は迷いましたが思い切って
お寺で挙式を行いませんか。お母様も喜ばれると思うんです。と二人にご提案しました。実は私のご提案の前に、お二人自ら直接お寺にお願いに行っておりましたが、断られていたことが分かったのです。私は諦めきれず、すぐさまお寺へ向かいました。住職にお伺いすると、20年近く挙式を行っていないので、覚えていないし、道具もないので無理とのこと。しかし、私がお持ちした仏前式の資料を見て、いろいろ話をするうちに、何か思い出してきたと言ってくださり、ひょっとしたらと調べてみたところ、倉庫の奥底に眠っていた結婚式道具一式を奇跡的に発見することができたのです。それを見て住職は、やってみましょうと引き受けてくださることに。結婚式当日は、お母様に見守られながら花嫁のお支度を行えるよう、自宅での着付けを石尾屋さんにお願いし、お母様と共に家族全員で挙式会場のお寺へ向かうことができました。私は当日のお姿を見て、諦めなくてよかった、そう思いました。ちょうど同じ頃、真弓さんが私に一枚の写真を見せてくださいました。それはお母様が作ってくれる予定だったウェディングドレスの生地でした。お母様にはずっと昔からの夢がありました。それは自分の娘のウェディングドレスを手作りすること。いつ結婚するの？お母さんはいつまでもドレスを縫えないんだよ。生前ふとお母様が真弓さんにこぼした言葉です。結婚が決まり、思い描いていたドレスの生地をようやく見つけた時には、すでにお母様の病気は進行、念願だった娘の花嫁姿を見ることはできませんでした。私は真弓さんに尋ねました。その生地はどうされるのですか。自分で手作りするつもりでしたが、時間がないので諦めますと目に涙を浮かべながらおっしゃいました。そこから数日間、私はお母様の思いを秘めたドレスをどうしても諦めきれることができず、その生地でお母様の思いを形にしましょうとご提案しました。お二人も喜んでくださり、私は急いで真弓さんにドレスの生地をお借りし、いくつもの会社に電話を行い、何度も直接交渉に伺いました。かなりタイトな期限でありましたが、ようやくお引き受けくださるパートナーが見つかりました。完成したのは結婚式1週間前。本当に綺麗なドレスでした。結婚式当日、当初ウェディングドレスでの再入場は新郎新婦お二人での予定でしたが、ギリギリに完成したドレスを見て、私は新婦の変更をご提案しました。お父様とお母様と3人で入場しませんか。ドレスの生地を添えたお母様の写真とともに入場するお姿は、真弓さんの願う家族全員の結婚式が形となった瞬間でした。そのドレスを着た前撮りの日、私は初めて新婦のお父様とお会いしました。その時、私は以前新婦から聞いて胸に引っかかっていたお話を思い出しました。母が亡くなってから、父はほとんど喋らなくなりました。もともと口数の少ない父、結婚式をどう思っているか正直わからない。本当に無口なお父様に話しかけること1時間、やっと少し打ち解け、私はお嫁入りする娘に父親としての思いを素直に伝えることができない複雑な胸の内を察しました。思い切って娘さんにサプライズしませんかとご提案すると、またお父様は喋ってくれなくなりました。撮影が終わり、帰宅しようとしていたお父様の車へ駆け寄りました。手紙でも何でもいいんです、お父様の気持ちを披露宴の中で真弓さんに伝えてみませんか。するとお父様は、何かいい案があったら教えてほしいと携帯番号を教えてくれました。その後、お父様の職場に出向き、仕事の合間に時間を調整していただきながら打ち合わせを重ねていきました。口下手のお父様は、面と向かって言葉で伝えるのは恥ずかしい、では歌の歌詞で伝えるのはどうだろうか、探しに探して私は見つけました。真弓さんの愛情とお父様の思いが
まさにそのまま綴られている歌、バトンタッチ、その歌に思いを込めて伝えることに決定しました。世界で一番愛しい人、僕の娘に生まれてくれた。大事な大事な宝物よ、今日から彼が守るんだね。世界で一番愛しい人、生まれてくれてああありがとう。最後に最後に声かけよう、初めて言えた。おめでとうと。お父様から新郎へバトンタッチの後、おめでとうと言われたのが離れていても分かりました。その後お父様はそっと私のところに来て、グーのサインと一緒に言えたよ、照れくさそうに言ってくださいました。葬儀後嫁が亡くなり、結婚式にも前向きになれなかった。でもこんな風に送り出せて本当に良かった。私に抱きついてきたお父様の言葉は忘れることはできません。家族6人で結婚式ができた、またここに帰ってきますと新郎新婦から心に残る言葉、諦めないでよかった、そう思えた瞬間でした。天国の母も含めて家族全員で結婚式がしたい、そんな思いもプランナー次第で叶うのです。だからこそ諦めない、私はこの言葉はプランナーにとってすごく大事な言葉だと思っています。時代とともに結婚式の在り方も変化してきています。またこの状況下で結婚式を諦めてくる人が増えてくるかもしれません。だけど私たちが諦めたらいけない。プランナーは限られたことしかできません。でもその限られた枠を超えられるぐらいのパッションを私は持ち続けていきたい。そしてこれからも新たに出会う新郎新婦の思いを形に、ネバーギブアップ。ご清聴ありがとうございました。美佐子さんありがとうございます。すいません言葉が出ない。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。この素晴らしい魂のプレゼンはですね、去年のグッドウィディングアワードの2020の623エントリーという、たくさんのエントリーの中からソウル賞に輝いた、はい、ご結婚式の話で、なんか私実際去年のそのライブ配信でも拝聴させていただいて、PC の前でライブ配信だからこその特権なんですけど、声を上げて泣かせていただいてで、この前のお打ち合わせでもまた号泣してで、今日もやっぱり号泣すると、すみません自分の中でちょっと想定内な感じなんですけどなんか何回聞いても心が奮い立たせられる本当に素晴らしいプレゼン、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ここからはですね、お時間許す限り私たち3人からいろいろインタビューをさせていただきたいと思いますが、まずすみません、中司君と美里ちゃんにお願いする前に、私からちょっと一つ先にお伺いしたいのがですね、このネバーギブアップ、諦めない、はい、諦めないってすごく勇気がいることだったり、すごく大変だったりすることだと思うんですけど、藤子さんご自身がその諦めないっていうご姿勢になった何かきっかけとかですね、なんかあったらぜひ教えていただければと思うんですが、いかがでしょうか。はい、諦めないきっかけですね。まあですね、まあまあ、ちょっと自分のことになるんですけども、はい、まあ、自分の結婚式の時なんですけども、まあ、ちょっと、まあ、もう十何年前なんですけど、まあ、そこでちょっと、まあ、ちょっと後悔することが何点かあったりしたんですよ。まあ、自分のことなんですけど、まあ、ちょっと弟がいて、まあ、小さい頃に亡くなって、
まあ、今こそ当たり前にこう影前を置いたりとかそういった形もあるんですけども、その時はちょっともう何ですかね、もうできませんと一言でちょっと諦めてしまった自分があってですね、そこでちょっとかなりずっと後悔しているので、やっぱりちょっとしたことでもちょっと諦めないと離れるかもしれないんですけど、ちょっとしたことでもやっぱりもうずっとここずっともう 2,30 年ずっと多分引きずって心の中で、なんで置かなかったのかなって今でも後悔しているので、やっぱりこうこの思いを新郎新婦もしてほしくないっていう思いがあるので、何事ももうちょっとしたことでも諦めず、まあもうノーとは言わないって感じですね。もうできる限り尽くしていきたいなと思いがありますですね。すいません、ちょっと、いやもうちょっと言葉にならないです、すいません本当すごい背景が終わりで、なんか私が言うの失礼ですけど、なんかもしかしたら弟さんが藤田子さんをこのなんか転職に導いてくださったのかなと、もちょっとすいません勝手に思って勝手に泣いてますごめんなさい本当に本当にありがとうございます。すいません、ちょっと私が収集つかないんで、修二君にちょっとパス回していいですか。修二君お願いします。大丈夫です。美佐子さん、素敵なプレゼンありがとうございました。いや僕も同じ男性プランナーとして、こうなんでこんなにあのパッションがあふれるんだろうなっていうの、実はちょうどあの質問でお伺いしようかなとも思っていたんですけれども、やっぱりその一番強いその原体験があってって言ったところで、なんかすごくなんかプレゼンでもその藤岡さんの熱さを感じたんですけど、はい、改めて今ご質問と回答の中で感じたのは、なんかこうプランナーがなんていうんでしょう、こう携わってお手伝いする中の責任の大きさみたいなとこすごく改めて、実感した。ある意味その藤岡さんの体験があって藤岡さんの人生がちょっと変わったと言っても過言ではないことがあるって思うと、なんか自分自身ももっともちろん全力で普段接しているようには心がけているんですけれども、逆にこう自分が全力なだけじゃなくて、やっぱお客様からもなんかそういうふうに心の内を開けてもらえる関係性だったりとか、まあ、言ってもらえるような人でいること、思いがあってもお客様のそんな隠れている思いを引き出せなかったら、そういうお手伝いができないなっていうふうにすごく思ったので、なんかそんなちょっとプランナーとしての、姿勢も背筋をこう正されたというか、なんかそんな本当に今のプレゼント、回答いただいて感じておりました。で、僕からですね、質問させていただけたらな、場所に持たれている藤迫さんだと思うんですけれども、そんな藤迫さんのそのパッション、まあ、情熱だってこう諦めないっていうその前向きな姿勢の熱量をなんかこう、例えば指宿白水館の皆様だったりとか、なんか周りになんかどんな風にこう伝えてるのかなっていうのを、なんかもし教えていただけるようであれば伺ってみたいなというふうに思っております、はい、なかなかこのプランナー結婚式っていうのが、まあ、教科書があってないようなもので、一組一組やっぱり違うお客さんなので、まあ、これがこうだよって 100% 教えられないので、まあ、ちょっと私も昭和の人間なので、まあ、俺の背中を見てついてこいっていう感じですねなるほどもうすでにもう行動で示してるっていう感じですね、もうその部下にもその、あれしてこれしてってもう強くやらず、もう行動でもう示すっていうのを今ずっと心がけてしてます。でも藤田子さんみたいな方が一緒の職場にいたら、なんかどれだけこう背中見てるだけで熱くさせられるんだろうすごい思ったんで、ちょっと本当に指宿で一緒にこうお仕事をされてるなんか皆様が羨ましく思えちゃいます、もう背中で見せるっていうところですね。ありがとうございます。ありがとうございます修二君、また後で時間あったらもう一回お願いしたいと思いますので、はい、ありがとうございます。じゃあ続いて美里ちゃんお願いします。改めてありがとうございました。私ももう見ながらちょっと泣いてしまい、キヌさんの涙を見て再度泣いてしまったんですけれどなんか本当に神父さんのことを、自分が神父さんだったらきっとこう本当に藤迫さんにお願いしてよかったなって思うと思ったし、お父様だったとしてもそう思うなと思って、こんなにこう人の心というかお客様の心に
こう残るような人間に自分もなっていきたいなって改めてこう憧れの思いが増しました。ありがとうございます。はい、その上で質問をさせていただきたいんですけれども、こうやっている中で自分も社会人になってまだ数ヶ月っていうところになるんですけど、やっぱ困難ってたくさん目の前に立ちはだかるなっていうふうに思っていて、その中で自作さんどのように困難を乗り越えてきたのかなっていうところを気になっていて、具体的に何かこうこれまでしてきたことの中でこう自分たちも真似できるようなことがあればぜひ教えていただきたいです。はい、やっぱりこのコロナ禍で、やっぱ結婚式がですねもう諦める人が増えてるんですけども、自分はですねもう自分自身思い立ったらすぐ行動っていう感じではしておりますですね。困難、今までのちょっと具体例で言いますと、やっぱり結婚式、ちょっとイブ式の方、ちょっと田舎になるのでやっぱり大人数で結婚式をするっていうのが主流なんですけども、こうその親御さんとかも大人数でできないと、結婚式もしないっていう親御さんもいたりするんですけども、私はそこのもう本当に親御さんのところに行って、でも親御さんがもう仕事が忙しいって、農家をしている親御さんだったんですけど、なのでもうちょっと車なんていうか1時間半ぐらいの場所の実家があったんですけど、ちょうど12時から1時まで時間をいただいて、でその時間に行くのはいいんですけど、それじゃなと思って、自分も農作業を、実家が農業してたりしてたので農作業を持って行って、もう朝8時頃から一緒に手伝ってもう親御さんとこう一緒にちょっと芋をしてたんですけど、芋を一緒にこう掘りながらってでそこで結婚式はこうなんだよって話しながらしたら、その日にもやっぱり結婚式っていいんだねっていう話になってですね、そこでやっぱ結婚式の素晴らしさを両親に伝えられたっていうのがありましてですね、なのでやっぱりこのコロナがやっぱりこう両親にこの結婚式の素晴らしさをもう伝えていかないといけないなっていうのがありますですね。ありがとうございます。なんか行動力って本当にそうだなと思って、その行動力の源にずっとおっしゃられてるパッションがあるんだなと改めて思いました。一つだけ質問していいですか。はい、そのパッションを維持し続けるために工夫していることとかってありますか。はい、ですね、もう休みとオンとオフをちょっともう切り替えるようにしてですね、もう休みの日はもう夢中でも何も考えずもう走ってますね。フルマラソンとかも出たりされてるんでしたっけ。ですね、去年初めてでもう本当にすごい、ずっとパッションですね。ずっとパッションもう夢中で何も考えずにですね、すごい、オフがオフじゃないみたいな、オフがオフじゃない、オンオンだよね、なんかね、オンオン、うん、すごい、オフオン、すごい、でも自分の夢中になれるものにオフの日もこうチャレンジしていくっていうところも大事ですね。はい、ありがとうございます。素晴らしい。じゃあもう一回修士君、聞きたいこといっぱいあると思うので、ぜひその中から1個選んでお願いしてもよろしいですか。はい、ありがとうございます。オンオフでこうすごい体を動かされたりとかこうされてるっていうところで、ちょっと僕も自分の好きなことというか夢中になれることでちょっとオンオフしっかり切り替えていこうななんていうふうに今思ったところなんですが、それこそ私も含めてなんですけれども、やっぱりこう背中を見れない全国の20代の若手プランナーに向けて、こう藤迫さんからなんかこうちょっと特に20代30代結構切り替わりってこうブライダルの中でプランナーだとよく言われたりすると思うんですけれども、20代だったりする、前半とか中盤とか全然ないんですが、20代のこう若手プランナーに向けてぜひちょっとこう藤迫さんからこういうふうにした方がいいよっていう、そんなちょっと先輩からのアドバイス的なものを、何かちょっと質問ではないんですがいただけたらとっても嬉しいなっていうふうに思ってます。若手プランナーなんですけども、やっぱり若いのはそれぞれちょっと経験も浅いということですので、本当にですね新郎新婦のまず第一にこう信頼関係を
気づくのが一番大事かなと思うので、まあ、自分もずっと若い時から心がけているのが、まあまあ、まず自分のことをこう話し続けてですね、そしたらまあ自然と、まあ、新郎新婦も自分のことを話してくれます。やっぱり男性プランナーっていうのはこの神父様のこの心の中に入っていくのがかなりまあ難しい点がありますの で、なのでもうあらゆるもう自分のことをとりあえずもう こんな学校に行ってこんな小学幼少時代を過ごしてとかですね、話したらもう自然にもう新郎新婦もあ私の小さい頃はこうだったんですよっていう形で話してくれますので、うんうんうん、まずはちょっと自分のことを話してそこからその話してきた言葉ももう本当に記憶にちょっとでもメモを取ったら、うんうん、そこが結婚式に生かせるかもしれないのでですね、うんうん、やっぱり信頼関係を得るっていうのが一番大事かなと思ってます、うんうんうん、ありがとうございます。特にちょっと僕も男性なのでやっぱり、うん、女性ってこんなもの好きなんだって全然わからないこととかもやっぱりあったりとかして本当にあとですねいろんなとことに興味を持つっていう感じが一番大事かなと思いますですね、うんうんうん、オリンピックでもまあ興味がないものもどん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 見ていけば、うんうんうん、どこかで新郎新婦とつながるかわからないのですね、うん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 、いやそうですよね確かに。いやちょっとこう食わず嫌いせずちょっともっともっと視野を広げて興味の幅を広げていこうかななんていうふうに思います。ありがとうございま す。なんか今の話は修司君ですね、同じ会社の若手の後輩の男性のプランナーにもぜひぜひシェアしたい、したいです ね、 ねえ、みんな男性のプランナーってそこをこう いい意味でもいろんな意味でも壁にねありますね。でもそのせいにしちゃ絶対いけない、間違いないです。なんかすごいすごいやっぱり自己開示って大事なんだね。うん、安心感が一番信頼関係のベースなんだなって思いました。美里ちゃんもう一つぜひ質問いかがですか。お願いします。ありがとうございます。あのもう私出会った時からすごい絶対いい人だろうなっていうかもうファンにそこそなってあったんですけれどもあのそのお客様であったり同業者の方々に愛されるようなあの人になるにはこうどういうことをこう意識はされてはないと思うんですけれどもどういうこう生き方をしたら藤作さんのような愛されるこうプランナーであり人間になれるのかなというところを気になりました。愛されるのでですね、やっぱりこう逆にも皆様を愛するというかですねというのがまあ一番、心がけてますですね、うん、あとはこうやっぱりこうやっぱり職場に行くとやっぱりこう、まあ、厳しい上司難しい上司、うん、やっぱり合わないいろんな人もいるかもしれないんですけど、うん、まあそこをちょっと思い切って、まあ、話すようにいろいろしたら、うんうん、あれこの優しいんじゃないっていう思いがあるかもしれないのでですね、うんうん、そうしていくことによってまあこう愛されて逆に愛するっていう感じが作れるかなと思いますですね、うん、すごい納得しました。まず自分が愛してそしてこう自分から歩み寄る姿勢を大事にして愛される人間を目指していきますありがとうございます。なんかすごいですね藤田子さんって本当になんかちょっと照れくさい言葉が藤田子さんのあの口から出るとすごいストーンって怒ってきて、うん、いやですなんかねえ本当になんかすいません今日ちょっとなんかもう思考回路がおかしくなってるんですけど本当に感動しかないです本当にありがとうございますすいませんちょっとそんなしっちゃかめっちゃから私からなんですけど、私からちょっとまずお聞きしたいのがあのお寺にのご住職様のところにお願いに行く前半のお話すごく私気になってまして、はい、多分お時間の関係もあってかなりまとめられたんじゃないかなと思うんですけど、うんうんですねはい、多分そんなすぐ思い出せなかったんじゃないかなと思うんですよね。なんていうんですかね、実際にもともとね、お二人がお断りされてるぐらいなんで、なんですか、もう難しいというご判断だったと思うんですけど、うん、やりましょうって、まあ、奇跡的にね、お道具が見つかったこともすごい奇跡だなとも思いながら、うんうんうん、多分
なんかこうお電話しただけとか一回行っただけじゃないような気がするんですが、うん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 、その辺なんかこんなことがありましたってことがあれば教えていただいてよろしいですか。はい、まあお寺の方も世代交代してて、まあ、息子の世代になって、まあ、できないっていう形で断られたんですけども、うん、で、まあ、すぐ、まあ、即行動なので、まあ、ちょっと電話もせずまず行ったら、まあ、もちろんいやもうできないやったこともないっていう形で、うん、まあ、道具もないっていうことで一回断られて、うん、で、まあ、次の日もう一回普通に電話して行って、ね、どうにかなりませんかって3日後に行ってもやっぱり無理ということだったので、うん、まあ、お寺ということで、まあ、朝も早いということで、まあ、ちょっと何ですかね、まあ、釣りに行く手みたいな感じで釣り竿をわざと持って置いて、あ、そこ釣りに来たんですっていう感じで早朝に、まあ、お寺の方に行ったらちょうどそのお父さんもいて自分がまあ資料先代の方もいて先代のご住職もいらっしゃったんですね、うんうん、あ、こういう話をして、あ、いやそこに あったような気がするっていうことでですね、でそこで一緒にこう、もう釣りはもう別に釣る予定もないんですけど朝6時半ごろでしたかね、行って釣り人釣りを装ってですねすごい、でそこでまあそこで見つけて、まあ昔からその神父様の家族、まあ、神父様の家族もしてたということで、まあ久々にやってみましょうかっていうことでですね、まあ1ヶ月前に承諾を終えたっていう経緯がありましたですね。皆さんお聞きになりましたか？すごくないですか？うん、なんかただの交渉とかお願いじゃないですよね、うん、なんか藤子さんのされてるその即行動の行動の中身って周りの人がハッピーしかないというか、うんうんうん、すごいですね。なんかこうなんか諦めないっていうすごいパッションの中に、うん、それが自分だけの自分軸だとただ強引にやりましょう、うんうん、やってください、なんとかしてください、うんうん、になっちゃうことって時々あるかなと思うんですけど、うんうん、なんか釣りを装う早朝の初め人何で行こうかなと思ってですね海が近いので、あ、これ釣りしかないと思ってですねすごいで、その早朝ってことはなんかちょっと変なのするとご勤務時間外だあられたんですですね、勤務時間外に、うんすごいないや本当になんか自分が担当だったらそこまでできるのかなっていうのがまず思うところと、なんかすごい心とこうなんですかね、気持ちが奮い立たせられるエピソードをお伺いすることができました。でそこでですね、その即行動っていうところで、うん、ちょっと私の方で皆さんにご紹介しながら引き続き藤作さんにインタビューしたいことがありまして、うんうん、ちょっと画面共有をさせていただきながら、実は指宿白水館さんのですね、うんうん、ご利用者様、要はご結婚式を挙げられた方の口コミっていうのがね、うん、会社で働いている方は次会場の口コミとかもよくご覧になると思うんですが、うん、あってちょっとすごい素敵な投稿があったんで、うん、はい、ちょっと共有させていただきます。まずですね、これがちょっととあるネットなんですが、いっぱいあるんで全部読めないんですけど、うん、すごいんですよこれ。ちょっと拡大します。式場スタッフの対応の良さっていうカテゴリーで、うん、榎木高明の男性プランナーの方これ 100% はい、榎木さん分かんない方この人です。よく言われますよ間違いなく藤坂さんですよねこれ間違いない間違いないですよね、はい、あのフロントとかであれなんかサインをくださいって一回言われたんですよ。さすがにサインはしなかったですけど、うん、でもね、本当そっくりですよね。似てる。はい。で、いや、この方面白いです。聞いたところ血縁関係はないそうですって書いてある。お伝えしたいのが、こちらの細かい希望にもいつも大変温かく、またとても素早くお答えをいただき、安心してお任せすることができました。でここからが具体的なエピソードですごいなって、うん、今おっしゃってる即行動が本当に、ね、うんうん、感じられるコメントなんですけど、披露宴に小さい子が何人か来てくれるので、余興でこれ薩摩剣士隼人っていうんですけど、鹿児島のふるさとヒーローなんですよ、ローカルヒーローで、うん、
KTS って鹿児島テレビの、あの、で放映されてるあれですね、アクションものみたいな感じですね、はい。ですね。はい。を呼べないか相談した時もすぐに調べていただいてびっくりしました。で、私たちは東京在住でメールでの打ち合わせが多かったんですが、寺木家メールからも一緒に結婚式を成功させましょうという熱い気持ちが伝ってきて、準備することが多く疲れた時もいい式にしたいという前向きな気持ちをずっと持ち続けることができました。いろいろなアドバイスをしていただき、私たちのやりたい結婚式を尊重して大変親身になって一緒に考えていただき感謝でいっぱいです。白水館で挙式ができて、この方にプランナーを担当いただいて本当に良かったです。で、新郎新婦ともにひどい雨男雨女なので、前撮り日と式当日のどちらかは少なくとも雨だろうと覚悟していたのですが、これ藤迫さんですね、晴れ男のプランナーさんのおかげで、はい、両日とも会社で迎えることができ嬉しかったです。これで、こっから聞いてほしいんですよ。式後プランナーさんの目が真っ赤になってるのを見て、私も主人もまた泣いてしまいました。これ藤迫さんのことをおっしゃってるんですよね、きっとね。ですね、はい、うん、あの参列者の方にも良いお式だったと言っていただけました。素晴らしい式を一緒に成功させていただき本当にありがとうございましたという、あの式後お忙しい中、もうすごいんですよ、長文で。もう、白水館と藤迫さんのラブレターみたいな、あの、素晴らしい口コミで、私、これ見たときにちょっと感動して泣いちゃったんですけども、なんか、すごい口コミですね。すごいです。こんなの、主人いただけること。いや、ないですね。ないよね。すごいことだと思います、これは。ないよね。実際に。最近、式後はもう、やっぱ年のせいか、もう全部の結婚式泣いてしまいますね、式後は。もう。でもなんかそれってお年のせいとかじゃなくて、まだお若いし、なんかなんていうんですかね、なんか言い方変かもしれないですけど、人事じゃないからだと思うんですよ、実際に藤坂さんの中でご結婚式ってお仕事が。なんでなんか特になんかこれ性別しなきゃ、特に男性のプランナーが感極まってる姿ってやっぱりグッとくるものですよね、実際に。うん、なんかすごいいいなんかエピソードを、ちょっとこのご縁いただいて知ることができてありがとうございますということと、他のサイトでも、はい、皆さん気になったらえのきさんね検索していただいてはい、すいません、わざわざ検索して、あの他の口コミでもちょっと本当にたくさんあって一部なんですけど、うん、これちょっと時間のかけで全部読めないんですが、この方多分海外在住の方で、私たちの方でなかなか自分もできなかったけど、プランナーさん本当に丁寧に業務時間外などでも関わらず対応いただき感謝しております。びっくりするぐらい17対応で NG ってこの式場はないのかなと思いました。でちょっと飛ばしてですね、すごいんですよ。また白水館のスタッフさんはたくさんいらっしゃるのですが、どのスタッフ様も会うたびおめでとうございますとおっしゃってくださり、驚くことに式後宿泊した時もです。この一日は私、あの本当に私にとって特別なのだなと何度も実感することができました。これすごくないですか。なんかあのすごい、なんかこうホテルだからこそお帰りなさいって言う羨ましさもありつつ、うんうん、それがなんかこうその後やっぱり心のふるさととしてお客様をお迎えする、なんかテクニカルとかマニュアルとかじゃなくて、うんうん、スタンス、これやっぱここですよね、パッション、パッションが藤迫さんを中心にもう幸せしか生んでない。でちょっと後で皆さん時間あったら読んでほしいんですけど、あの白星さんのスタッフ様があのこの一つ一つのコメントに本当に丁寧に返信をされていて、あの通常なんていうんですかね、式場からの返信って下見した、参列した、決めた、やったとかいうカテゴリーがあって、うんうんうん、あの式場によってはその量に返していくことがすごくまず大変だったりとか、うん、あとこれはちょっといろんな価値観あるんであえてあの是非は問いませんが、まあ、割とちょっといい意味でもいろんな意味でも定型文になったりとかですね、あのしがちなんですよ。あのもしくはちょっと、レスをしていないとかですね、 ありますね、あるんですよ。で私これ本当一番紹介なんですけど、この方だとこの方たちが挙げたことがちゃんと反映されていて、うんうんうん、で他の方だとちょっとこれ、はい、砂蒸し風呂でリフレッシュして家族同士が一つになりましたねって、きっとそういうあの方たちだったんですよね、きっとね、うんうんうん、これってあのお客様の名前とかもちろん出さず
すごくポジティブにギリギリのところでカスタマイズをされた素晴らしいご返信で、なんかここにも私とすみません個人的に痛く感動いたしまして、口、私あの口コミで泣くって人生初めてです、すいませんすごいすいません、もうベラベラ喋っちゃって本当申し訳ない限りなんですけれども、あのここのなんていうんですかね、あの今回ご紹介いただいたこのお二方だけこうだったではなく、すべ、うんうん、てのお客様に対して藤迫さんやあの指宿白水館の方がこう本気で真剣にファッションをスタンスにあのお迎えになってる姿がすごくなんかこう、うん、第三者でももうすごくたくさん伝わるんですけども、なんかこう実際藤迫さんにお伺いしたいのはこう それを大人数でやっていくって、うんうん、あのさっきのちょっと修二君とか美里ちゃん の質問とかぶる可能性もあるんですけど、やっぱり自分でやるのと自分だけとみんなでやるってすごく大変な違いがあると思うんですけど、そのなんか秘訣みたいのがあったり、うん、心がけてることがあったらぜひ教えていただけますか。はい、まあ、うちは、まあ、宿泊施設が一応メインなんですけども、うん、まあ、プランナーもそんな数がいるわけでもないんですけども、まあ、従業員合わせてまあ約300人ぐらい従業員いるんですけども、うんうん、なので、まあ、本当もうよくこう、まあ、なんですかね、皆従業員みんなとよく先ほども話したんですけども、まあ、仲良くこう話をしていくことによってですね、まあ、どん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 共有していけるっていうのが一番ありますですね、うん、まあ、ちゃんとこうどのお客さんが泊まるっていうそのパソコン上のメモはあるんですけども、やっぱりこう自分が来たお客さんはもう、あ、結婚式のお客さんだってみんながもう共有してくれたりとかですね、うん、自分が案内してるお客さんも必ずもうおめでとうございますって言ってくださるようにですね、もう社員全員がもうちょっと共有するような形にするにやっぱりこうみんなとどんどん話していかないといけないっていうのが一番かなと思いますですね、うん、それってなんかすごいお客様にとってはすごい幸せなことですよね。なんか実際にあの多分このあの客室もあるということから結婚式で挙げた方がまた来てくださるっていうね。ですね。嬉しいご体験も、ね、なのでもう本当に小さい、なんですかね、もう十何年プランナーしてて本当に0歳の時からどん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 毎年泊まってるお客さんもいらっしゃるので、子供のこう成長を、すごいですね、もう一つの、まあ、我が家みたいな感じで、うんうん、帰り地ですね、いつも出迎えて、うん、ますですね、なんか主人間ね、ゲストハウスの良さもありながら、うんうん、ゲストハウスってお帰りなさいって、うん、なかなかこうやって、うん、いやそうですね、で、はい、主人間のとかレストランがあるんでね、はい、そこでねまた来やすいってなるけど、なんか羨ましいですね、なんかね、いやー羨ましいです、なんか宿泊でっていうのがすごい羨ましいですね、なんか第二のふるさと、なんか素敵な言葉がいただけましたけど、なんかすごいな、なんかやっぱりなんか大人数、やっぱり300人もいらっしゃるっていうと、はい、人を動かしてお客様をおもてなしするってこう、うん、なんか決めなきゃいけないオペレーションがなければっていう考え方も一つはありだと思うんですが、うんうんうん、主体的、なんかお伺いしたけど皆さん主体的に動いてる感じがして、うんうん、すごく当事者意識が強いのもきっとファンが多い、こういったなんかパッションあふれる口コミをいただく証なんだろうなって、なんかそんな風に感じます、うん、はい、で、そろそろ、時間の関係もあるんですが、私からちょっとまだまだお聞きしたいことあるんですけども、実際、藤迫さんは今、お肩書きは、ブライダルアドバイザーという形で、はい、実際がちょっとウェディングプランナーという言葉に置き換えさせていただいても失礼じゃなければなんですけど、藤迫さんにとってウェディングのお仕事やプランナーのお仕事ってズバリ何でしょうかという質問をさせていただきたいと思います。はい、まあ、ウェディングプランナーという、まあ、名前はあるんですけども、はい、まあ、ウェディングプランナーだけではないと自分の中では、うん、思ってますですね、はいはい、まあ、新郎新婦のと話をする中で、何ですかね、うん、まあ、過去のことを振り返ることもあるかなと思うんですけども、うん、で、まあ、それぞれ、人生を歩んできて、まあ、そこの、まあ、
分岐点をのところの立つもうどっちかに左右するのが役目がまあプランナーかなと自分は思ってますね。なので実際先ほどの映像ももしも自分が例えばこうお父様と喋ってなければ今でも多分お父様との仲はぎくしゃくしてて、なんかもうそのなかなか家族同士もうまくいってなかったかもしれないっていうこともあるので、まあ今実際聞くとお父様とよく出かけるっていう話もしてたので、なので本当にそこの人生を左右する場所にのお手伝いするのがまあ私たちなので、ウェディングプランナーだけじゃなくても人生を左右するお手伝いかなと、もうそれも一部入るかなと思ってますですね。もちろんもうウェディングのこともご提案はするんですけども、本当にもう家族をもう本当に左右するかなと思ってます。人生を左右する本当ですよね、はい、もし藤迫さんが釣り具とともにお寺に行かなかったら、はい、あ、もちろん2人はお幸せなお式を挙げたとは思うんですけど、なんかもしかしたらこうお父様との雪解けまで行かなくても会話量とか、連絡の取り方とか、まだちょっとね、なんかこうちょっと何か一つ小さな山があるっていうままで気になってるんだけどねのままだったかもしれないし、なんか実際それを思うと本当に尊いお仕事ですよね実際ね、なんかこう実際こう今ウェディングアドバイザーとして白水館でご活躍をされている中で、今後藤迫さんがこう持ってらっしゃるこう夢とか目標とかあったら、これを最後の質問としてお伺いしたいんですが、いかがでしょうか。はい、はい、私の夢ですね、まあ、なかなか結婚式のプランナーっていうのはやっぱりこう、まあ、自分の時間がまあ作れない、まあ、お仕事です、うん、実際ですね、まあ、やっぱり土日も休めず、まあ、他の人たちは土日もまあ、休んでなかなか若い時は、あ、土日みんなと遊びたいなっていう気持ちもあるんですけど、やっぱりこう結婚式を終えて新婦から、まあ、藤迫さんのおかげでいい結婚式ができましたって、もうやっぱその言葉を、まあ、聞いたら、やっぱりもうそんなもう友達とはもう遊ぶのはもう吹っ飛ぶぐらいなやっぱりお仕事なのでですね、なのでやっぱりこの魅力的な仕事かなと思ってます。でやっぱり今後もやっぱりこう熱く諦めず、やっぱり職場ってやっぱ楽しく仕事をしないといけないなっていうのがあるので、うん、そこは一番大事かなと。やっぱり熱いだけじゃやっぱり下もついてこないと思うので、やっぱり楽しくしていく職場を作っていき、やっぱりこう、まあ、女性が多い職場なので、まあ、男性プランナーもここまでできるんだよっていうのが、男性プランナーにも見ていけて、男性もこうプランナーをどんどん目指していけたらなと思ってます。でやっぱりこう今私たちもやっぱりこの観光業もやっぱコロナの状況でやっぱ健康式宿泊業も減る中、やっぱりこうやっぱり結婚式またまあ、結婚式のあふれる街に日本全国していけたらなと、結婚式いいねってやっぱり言われるようなですね街になっていけたらなと思ってます、うん、はい、ありがとうございます。なんか一言一言がすごいなんか重みもあって深みもあって、なんかお人柄がなんかズームですごく離れてるはずなのに距離はなんかすごい、すごいめちゃくちゃ伝わってきますよね本当にね。いやー本当そうですよね。え、修二君、最後にちょっとインタビューも踏まえての感想一言お願いしていいですか。ありがとうございます、はい、いやもう本当に男性プランナーとしてここまで熱い方って正直藤迫さんが初めてで、もう行動力もしっかりなんですけど、まあ、こう伝えてくださるこうプレゼンから伝わってくる、まあ、思いの深さだったりが本当に同じちょっと男性プランナーとしてもっともっと頑張んないと自分って本当に奮い立たせられるそんな時間でした。いやもう場所は僕は千葉で、藤迫さんは鹿児島っていう地理的にはすごい離れてはいるんですけれども、まあ、逆にこうコロナがあってつながれたご縁かなっていう中で、本当に僕として
ツイッターにもちょっとつぶやいてるんですけど、うんうん、本当に1年目からこの藤迫さんのパッションを、うん、感じてたか今感じたかでちょっとうわこの数年間の間もったいなかったなって思っちゃうぐらいなんですけど、うん、でも逆にこの数年の違いで感じられたって言ったところで今日の糧を大事にもっとパッション持って仕事に明日からも頑張っていこうかなというふうに思ってます。今日はありがとうございます。主塾ありがとうございます。美里ちゃんもぜひ一言お願いします。改めてありがとうございました。最後の方におっしゃってた人生の左右の分かれ目にこう携われるお仕事っていうのがすごい残ってて太字でメモをもうびっしりしたんですけれどもなんか自分自身も今後関わる上でこうもし自分のこの発言とかこの行動でこの人の人生が変わるかもっていう視点で関わることができたらもっとより良いこうお仕事ができるんじゃないかなと思ったので意識してまいります。本当にありがとうございました。ありがとうございます。みーちゃんありがとうございます。皆さんいかがでしたでしょうか。はい、今ね業界もすごく大変な状況の中お客様も大変な状況の中だと思うんですけど私たちがやっぱり諦めちゃ話が進まないし、それから今 100% やれてることが 120% できないかなっていうハングリーさとかねすごく私はすごく今日感じて多分これこういう感じでいいやというふうに舐めた感じでやってるプランナーさんって一人もいらっしゃらないと思うんだけど、うん、もっとできないかなもっとやれないかなっていうなんかすごくシンプルで分かりやすく、うん、でも熱い言葉っていうのを今日皆さんきっとたくさんたくさん本当に太陽の光さんさんと浴びるように感じていただけたかと思います。私実は鹿児島マニアで実は鹿児島には薩摩隼人という言葉がありましてこれは薩摩のお侍さんのはいことを薩摩隼人というそうです、うんうん、で薩摩は鹿児島はもともとこうなんていうんですかねこうパッションのある侍さんが日本を変えようとしたりですねいろんなすごく熱い歴史を持ったエリアでもあるんですけれども、うんうん、なんか今日の藤坂さんの話聞いてて本当に心優しき薩摩隼人でいらっしゃるなっていうふうに心から感じました、うん、本当に複数回にも個人的にもちょっと家族連れてはいお邪魔したいと思っております。皆さんもぜひはいとっても素敵なところだと聞いてますので皆さんもぜひはい今日のお話ね今の自分に当てはめていただいて明日の自分に問いかける、うん、そんな元気の源にしていただければと思います。改めて藤坂さん今日本当に素敵なプレゼンありがとうございました。こんなことありがとうございました。ありがとうございました。パッションパッションはい、藤田子さんありがとうございます。長州出身の2月でございます。そうだそうだ、そうだ、薩長は仲いいからね。薩長同盟でございます。はい、我々で、ね、ちょっと、ね、志高く、はい、やっていきましょうとでございます。いや本当素晴らしい時間をいただきまして本当にありがとうございました。プレゼンテーション自体はですね昨年の、グッドウィディングアワードでねお聞きしている部分では改めてお聞きした部分ではあるんですけど今日ねやっぱねプレゼンもさることながら改めてこう藤迫さんが結婚式にどう向き合っているのかとかそういうですね生の声をしっかり、うんたくさん聞けたことがですね、本当に私自身も刺激になりましたし、うんうんうん、さっき修二君が言ってくれたようにね、プランナーのみんながこれを聞くと、ね、どれだけ早く聞いて、ね、それをインプットして、パッションを持ってですね、日々の結婚式を作っていただけるということをですね、本当、期待しております。本当に貴重な時間ありがとうございました。この後ですね、私の方から、インフォメーションと、ご視聴いただいている皆さんにですね、ちょっとアンケートの時間をいただきまして、その後、最後にですね、藤坂さんに一言、もう一言を、いただいて、結びにしたいと思います。ではちょっとスライドを開かさせていただきます。皆さん少々お待ちください。はい。ありがとうございます。いつもはですね、BGM、CM のような形で上げさせていただいているんですけれども、今日はですね、私の方がお話しさせていただこうかなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。なんかちょっと画面切れてるかな、これ。
てます。ちょっと切れてるよね。はい。なんでだろうな。ちょっと、おかしいね。あ、ちょっと待ってください。ありがとうございます。ちょっとね、ズームの、拡張画面がおかしいのかな。はい、ありがとうございます。はい、ですね、このスライド、新しく植えつくがですね、新しいプロジェクトをスタートしますよというのが、このページになります。はい、ですね、新しく何をやるかというと、植えつくアカデミアというですね、学生さん向けの新しいプロジェクトをスタートいたします。これがですね、リリースが明日8月の18日、学生のですね、第1期生を募集スタートします。で、これはセレクションさせていただきまして、まあ、学生の募集期間が8月の18日から9月の14日まで、そしてですね、その中からエントリーいただいた方の中からですね、30名、選考させていただきまして、植えつくアカデミアの受講がですね、2021年、今年の10月から、2020年の2月までということでですね、これまでにない6ヶ月の学びの場を提供していきたいなというふうに思っております。右側にですね、アカデミア、開講スケジュールという形で入れさせていただいているんですけども、まあ、アカデミアのオリエンテーションを行い、学生の皆さんのある程度の目線合わせ、思考とかですね、フレームワーク、用語などなどをですね、Day1 から Day3 まで、サービスマーケティング講座ということで、私が作っているカリキュラムがあるんですけれども、それを、学生の皆さんにインストールさせていただき、この後の研究プロジェクトっていうのが結構肝でして、この次のページでまたご紹介するんですけど、研究プロジェクトを行い、2月の24日に最終、研究報告会ということを、実施いたします。で、この研究プロジェクト、ちょっとこのプロフェッサーの皆さんを見ていただこうかなというふうに思うんですけど、次のページいけるかな？ない感じかな。この1ページにもしかしたらとどまってるかもしれないんですけど、素晴らしいプロフェッサー、6名の方をですね、お招きいたしまして、テイク&ギブニーズの有川さんであったりとか、ガジョエンの森木さんであったりとか、株式会社クレイジーの、執行役員の吉田さんであったり、バリューマネジメントのマーケティングの責任者をやってらっしゃる笠さんであったり、フリーランスのウェディングプランナーの佐伯さんだったりですね。で、まあ、もう一つ私も担当させていただくんですけれども、6名のプロフェッサーが学生さんたちの研究を、しっかり導いていくというようなサポートをさせていただきますので、ですね、学生の皆さん、ぜひ、志高く、エントリーいただければなというふうに思っております。次のページ行きましたね。研究プロジェクト、この、6名が、教授という形でですね、学生さんたちの研究を、導いていく、そんなことをですね、させていただきますので、ぜひお見知りおきくださいということでございます。8月の18日、明日からですね、学生の募集をスタートするとともに、今回、このプロジェクト、ですね、学生さんの学びに関してはですね、学生さんから、お金をいただかない、無料で受けていただくという、形で運営をしていこうと思っております。まあ、その背景というのはですね、やはりコロナで打撃を受けている学生の皆さん、で今日もですね、学生の方とお話をする機会があったんですけれども、やっぱり就職の間口が狭くなって、志をちょっと諦めようとしている学生さんたちもいるということを耳にしました。でそんな子たちも含めてですね、何らか、パワーを与えることができたりとか、知識やネットワーク、そんなものをですね、構築していきたいなというふうに思っております。この、プロジェクト、この研究という深さの部分も含めてですね、私の原体験、2つをですね、からインスピレーションを得て、この企画を作りました。1つは、ソフトバンクアカデミアという孫正義の後継者を育成するというですね、そういうプログラムは、孫さんがやってらっしゃいました。でそこで、ソフトバンク以外の、ビジネスマンがそこにエントリーをし、様々なビジネスモデルを提案するというようなですね、そういう場もあります。であと私が、大人になって、社会人になって、学校に、大学院に通うことがあったんですけれども、そこでのですね、研究の
内容だったりとか、そこでできた学科の仲間たちのとのつながりですね、それは本当に今でもすごく大切な、そして強い、絆が生まれているということを、学生のさんの今のうちから、で特にブライダルという、同じ志を持っている仲間たちが集うことによってですね、10年後20年後のブライダル業界を、その学生たちが作っていただくというのをですね、僕らの、夢希望として、育てていくのが僕らの使命なんじゃないかなというふうに思っております。で、8月の18日学生さんのエントリーがスタートするとともに、クラウドファンディングも、チャレンジしたいなというふうに思っております。今ホームページの作成だったりとかですね、学生さんたちの支援をする運営費用に充てさせていただきたいと思っておりますので、個人の支援、そして、企業様のスポンサー支援ということも、項目として入れておりますので、ぜひとも皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。はい、私からのインフォメーション以上になります。では、藤迫さん、モデレーターパネラーの皆さん、戻ってきていただければなというふうに思います。はい、ありがとうございます。で、この、植塚アカデミア、今日ね参加してくれているみさつちゃんも、メインプロジェクトとのメンバーとして、一緒に企画を作っていただいております。はい、ということで、今日は本当貴重な時間、いただきました。ありがとうございます。藤迫さん、最後にですね、今日ご視聴いただいている皆さん、そしてアーカイブで視聴いただいている皆さんにですね、熱いパッションのこもったメッセージを一言お願いできればなと思います。はい、はい、やっぱりですね、この今この現状、やっぱりこの結婚式を本当に諦める人が増えてきているのは事実です。でもやっぱり先ほどもちょっと話してたんですけど、私たちが諦めたらもう結婚式もなくなる世の中になってしまいますので、本当にもう諦めず、もう熱い、この熱い気持ちを持ってですね、もう一つ二つ上をそれ超えて自分の限界まで達して、達するぐらい熱い思いを持って一組一組にですね、接客していただければ、その気持ちが絶対に新郎新婦に伝わると思いますので、もう何事にももう諦めずですね、皆様と一緒にブライダル業界を盛り上げていけたらと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。それでは皆さん、本当に貴重な時間ありがとうございました。藤迫さん、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは皆さん、素敵な結婚式をこれからも作っていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございます。ありがとうございます。